現地8月9日、パリ五輪リ男子バレーの3位決定戦が行われ、アメリカがイタリアをセットカウント3対0、25から23、30から28、26から24、で勝利。2016年リオデジャネイロ大会以来2大会ぶりの銅メダルを獲得した。厳選画像、2セット選手も、あと一歩まで迫るも世界ランク2位の底力を見せつけられベスト4入りならず。 パリゴリンバレー男子準々決勝日本2の3イタリア。第1セット、第2セットとも互いに点を取り合う展開で終盤を迎え、最後はアメリカがセットを奪った。勢いに乗るアメリカは、第3セットも7対2と序盤からリード。終盤にイタリアに追いつかれ逆転されたものの、最後はアメリカがイタリアを26対24で押し切り、ストレート勝ちを収めた。 予選ラウンドで日本に3対1で勝利したアメリカ、準々決勝で日本に3対0とストレート勝ちしたイタリアの一戦を見守ったファンは、激アツだった、パワーがとんでもない、痺れた、面白かった。ストレートとは驚き、スコア以上に接戦だったが、いい試合だったよ、イタリアも強かった、日本がこのコートに立っていたら、などと振り返っていた。